こちら皇帝池は、さまざまな生態圏ができる池になっております。釣りができたり、子供たちはすごいワクワクですね。それではご紹介いたします。どうぞ。皇帝池、今日は皇帝池のね、泥を除去に来ました。はい、それじゃあ入水。さあやってこう。常総市大間町から、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。少な少な、カエルいるか。おお、小林、そんなもんですか。よいしょ、よいしょ、少な、マジで。これから、これから、これから。よいしょ、これだけですね、なんかこれだけです。よいしょ、よいしょ、おれー、少な、マジで。オッケー、小林、脱出。YouTuber さん呼ばれてますよ。終わり。よし、じゃあ一回休憩しよう。全然働いてね。水面用紙は水面用紙。風向きよーし。水面用紙。入水。コンテイケです。行きまーす。そっちの方も歩いてみたらいいんでしょ。全然深くないですか。でも向こうよりはないです。あ、向こうよりは。お、なんか生物がいます。生物がどれ。フナ。おお、マジですか。よーよー、おー、いいね。掘っております。ここにはたくさんの生物がいますよ。それでは、常総市皇帝池の、管理されてます古谷さんにこちらの池を紹介していただきます。古谷さん、こちらの池ちょっと紹介していただいてよろしいでしょうか。こちらの池は作って今もう20年かな。ああ、20年経ちます。はい、20年。当初の目的は、はい、子供たちが川で釣りやってて死ぬとか、はい、泳いでて死ぬとか、はい、水の夏休みに小学生が川に行けない、はい、川行ってはダメだっていうのがルールがあるじゃないですか、はい、それにをかわいそうなんで、はい、みんなに池で釣りを体験してもらおうと思って始めたのが。ああ、そういう流れで、あ、それで子供たちが釣りをしている結構写真とかっていうのが多かったわけなんですね。子供たちが毎年。なるほど。こういうのとかそっちね。はい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 。ですね。で、今土を出してますけど、こうやって整備をして、うん、まあ、整備はだいたい泥をはけて、はい、周り畑なんで、はい、土が入ってきちゃうんで、はい、5年に1回ぐらいはやってたんですけど。はい、この数年はもうコロナで全然やってなかったんで、はい、それぐらいの頻度で整備をかけて、そうそう、それでたくさんの人を呼ぼうという、そうそう、で漁業は子供たち連れてきて、はい、水の、まあ、網で作ったり魚取りやったりザリガニ取りやったり魚釣りやったりっていうのができる場所ってないけど、はい、ここは私が無償でお金は取らないんで開放してるんで、ああ、好きなだけ使ってください。無償ですか。ゴミの管理だけは皆さんにお願いします。あ、はい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 、あとは竿、はい、竿もここにありますけど、はい、竿はこれ全部。ああ、なるほど、こっちは使えるんですね。餌もいっぱいありますから、はい、餌、こっちは餌なんですね。餌もあるんですよ。はい、餌もいっぱいありますから。じゃあバッチグーですね。みんなが来れば釣りもできるというので、個人的に来ても大丈夫なんですか。大丈夫ですよ。これは
解放されてるのは大体いつなんですか？まあ、暖かくなってたから4月ぐらいから、はい、4月ぐらいから11月いっぱいぐらいまで。毎日ってわけじゃないですよね。まあ私が仕事してるから、はい、その前に連絡でもあれば。ああ、なるほど。解放しちゃいますけど。じゃあその都度ちょっと使いたいときはご連絡をすると。そうそうそう、聞いてくれれば、はい、親子ほら、これなんか親子ふれあい活動とか。そうですね、サッカーの子供たちとか、はい、野球の子供たちなんかも来てるんで、はい、そういうんでいいんじゃないかなと。釣った魚は好きなだけ持ってってくれと。まあ飼育ができない人は置いてってほしいけど、はい、飼育できる人は持ってっていいんで。なんかすごいね、いろんな生態圏ができてめちゃくちゃいい施設ですね。まあそうなってくれればいいんですけど、はい、国がやってるのに揺れるんで、あまりそんなに何百人もなっちゃうと大変なんで、はい、まあ目安としては50人前後、はい、50人、まあ、こちら連絡先はホームページとかあれですか、携帯で聞けば出てきます？上総市高低家出てきますよ、 Google でやれば。あ、それで連絡すればいいんですね、うん、あ、君でも連絡してる。あ、はいはいはい、ありがとうございます。池でたくさんの生物を探そうぜ。